1年後2023年。あら、春日一番心の傷は癒えたのかな、この1年間。あ、さっちゃん。全然 LINE やってないじゃん。え、あれ以降もう連絡取ってないってこと？ 2022 年止まってたもんね。よし。え、マジ？今日も仕事頑張るか。全然友達にも戻れてね。だと思ったけど。おはようございます。おはようございます。春日君。はい。おはようございます。今日もよろしくお願いします。頑張ります。はい、ちょっと今いいかな。え、ああ、前にやった倉庫の整理とかすか。任せといてください。あ、いや、ちょっと伝えたいことがあって。伝えたいことがあって。会議室行こっか。会議室。え、怖。はい、会議室。わかりました。え、何かやった？カスが一番。え、契約。あ、契約社員だっけお前。いや、参っちゃったよ。来月末が更新タイミングじゃない？あ、更新します。え、なんなら給料アップを申請しようと思ってたのに。はい、ありがとうございます。市役所から更新 NG って連絡が来てさ。なぜ？あの、俺の働き方で何かまずいとこがあったんですか？あ、いや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 、春日君は本当によくやってくれてるよ。だけど市の財政がいよいよ厳しいらしくてね。どうしても派遣の人から切っていくしかないみたいです。マジかよ。いや、もう最悪なんだけど。え、じゃあ仕事なくなったってこと？どうする？え、どうしよう。え、職員。わかりました。今までこんな俺を雇ってくれて。でもあと1ヶ月で仕事なくなっちゃうってこと？今月いっぱいってとこすかね。え、マジ？春日一番、最後の1日まで全力で働かせてもらいます。いや、怒っていいぜ。あ、いや、え、出勤はその今日で最後にしてもらいたい。いやです、働きます。有給の消化ってことすか？確かに取ってないですけど、さすがにそんなに残ってないですよ。ああ、それは大丈夫。足りない分も特別に有給って形で処理してくれるって。 ありがとうございます。すごい特別待遇だよ。あ、そうなんですか。そうだ、悪いっすよ。有給は取っとけ。わざわざ特別扱いなんてしていただかなくても、俺全然働きますから。有給取ります。とにかくごめん。これもお前の方で決まっちゃったことでさ。今まで本当にありがとう。え、で、え、そう、え、退職ですか今日。え、なんで？分かりました。え、最悪なんだけど、マジで。え、改めて今までお世話になりました。怒っていいって。ありがとうね。え、なんでこいつこんな気まずそうなの？え、なんで？え、なんか裏あんの？え、なんで仕事辞めさせられたの？終わっちまった。皆さんに挨拶しないと。いや、終わっちまったよ。仕事終わっちまった。え、もうさ、せっかくだったらここでもうハロワー職探ししていくっていうのも僕ありだと思うんですけど。すいません。あの小杉さん、お疲れ様です。お疲れ様。今日で辞めちゃうんだってね。はい、長らくお世話になりました。小杉さんにはずいぶんご迷惑をおかけしちゃって。いやいや、全然気にしないで。春日くんも元気でね。ありがとうございます。そう、何、春日くんならどこでもうまくやれるって。みんな言うけどさ、自分のことじゃないから言ってますよね、小杉さん。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。また色紙に僕にね、メッセージ書いといてください。後で送ってくださいね。嘘、今日退職とか聞いてないが。すいません。木村さんだっけ。失礼します、木村さん。お疲れ様。なんでびっくりしてんの？今日で辞めちゃうんだってね。なんかいろいろ知ってんのかな、みんな。ええ、木村さんにはパソコンの使い方教えてもらってすげえ助かりました。お世話になりました。もうパソコン落としません。いやいや、全然気にしないで。
ごめんね、ちょっと今日これから用事あって。あ、でも色紙にメッセージだけは書いてってくださいね。じゃあお疲れ様。最後なのにすみませんで冷したた。い。お疲れ様でした。なんかみんな理由知ってる感じ？どうなんだろう。変な態度取らないでね。すいません、今井さん。はい。あ、ほら、なんか知ってんのか。急なんですけど、俺今日で退職になりまして、長いことお世話になりました。そうらしいね。私も驚いちゃって。元気でね。春日君なら次の職場でもきっとうまくやる。あ、さっき聞きました。それに関しては小杉から。もっと別のワードくだあさりい。がとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。また敷地変えといてくださいね。なんでみんな超気まずそうなの？終わっちまったな。また職ないとこから始めなきゃじゃん。何なんだろう。みんなすげえ見てるけど。びっくりした。最後にみんなお別れのサプライズダンスとか踊ってくれるのかなと思ったけど、そんな感じじゃないの。何？なんか訳ありってこと？しっかりしろよ。頑張れ、春日一番。別に元に戻るだけじゃねえか。なんか様子おかしかったって。よし。頑張りましょう。まず職探しですね。春日のジョブがハローワーク職員からフリーターになりました。悲しい。フリーターになっちゃった。まあ要するに無職なんですけど、今帰ったらまずは足立さんに知らせねえとな。いや、そうだね。これからどうやって例の仕事続けるか相談しねえと。最悪は足立んとこで働こうや。フリーターとなった春日は短足アクションでいいものさせ やっと。ああ、一応契約社員の時はそれやめてたんだ。これね、一応自動販売機の下とか行くと、春日一番が、こう、お金をね、探ったりとかして、いいものさーってこれ難波先輩に教えてもらって。何？所詮はヤクザかって何？10円。こんな感じでね、いいものサーチができるんですけども、ミミズゲットした。結構期待してたのにがっかりだぜ。僕のこと言ってない？ちょっとこの辺で話聞いてみよう。なんか喋ってんの、あいつら。所詮はヤクザか。絶対僕のことですよ。だよな。なんか噂になってる。結構期待してたのにがっかり。ちひきょう者が堂々と歩きやがって。本当だよな、クズはこの世から消えろっての。何が浜の英雄だ。ほんとこっから出てってほしいぜ。めっちゃ悪口言ってる。なんで？なんでこんなことになってんの？みんな悪口言ってる僕のこと。なぜ？なんでみんな悪口言ってる？卑怯者って何？あれ？あの人？春日一番です。あの動画の動画？なんか拡散されてんじゃん。動画って言ったら、なんかスナック街でね、おっさんと遊んでた動画を撮られた感じしたけど、すいません、僕のこと噂してる方他いませんか？いないな。ちょっと、じゃとりあえず帰るか。卑怯者とか言わんといて、所詮ヤクザとか言わんといて、やっぱヤクザって最悪とか言わんといて、ヤクザにもいろいろあった。ヤクザなんて消えてくれればいいのに。まさかハロワであんなに堂々と。ヤクザって怖いよね。いや、傷つくんだが。もうなんかして、もう最悪。なんかストーリー入ったね。落ち込んでんだ。大丈夫。おい、あれだよな。はい、あれっすね。間違いねえっす。やっと帰ってきた。お帰んなさい、春日さん。なんでこんな絡まれんの？え？なんか回されて誰る。だお前ら。動画撮ってない？あいつ。取材させてくださいよ、春日さん。巷で話題になってるあの件に関して。あの件？元ヤクザから金取ってやばい仕事あっせんしてるって件ですよ。どこ情報そ詳れ。しく聞かせてくうだわ、さいまたよ。変な情報。お前らネットを鵜な呑みんにしだたそんりだゃ。な。またまたとぼけちゃって。ヤクザ専門の裏ハローワーク。
近江と道場会解散させた連中が甘い汁吸いまくってんでしょ。春日さんもその一人だ。え、どっからその話になるんだろう。誰がそんなこと言ってんだ。んなよだ話鵜呑みにすんじゃねえ。そう興奮しないで。で、ぶっちゃけどんくらい稼いでんの。元ヤクザを野放しにするとか迷惑なんすけど。両親は YouTuber もしかして立ってるもんな、めっちゃ。あ、はい、大げさ。はい、今の大げさ。皆さん見ましたか。いや、もうやだ、大げさ男。これが春日一番の本性です。浜の英雄と呼ばれようが根っこはヤクザなんです。いや、もうめんどくせえこの男。 YouTuber めんどくせえ。ヤクザを食い物にするヤクザ。任侠も仁義もあったもんじゃない。オッケー、カット。変な編集すんなよ。トラウマ持ってるから編集に関しては。カメラの前で暴力はまずかったよな、春日さん。今のがネットに流れたら大変だ。100万で買い取らせてやるよ。明日までに用意しな。ねえ、こんな金。呆れて物も言えねえよ。てめえの大根芝居。いや、そうだよね。絶対みんなバレると思うよ、そんな芝居。そんなの映像を編集すりゃどうにでもなんだよ。え、どういうこと？SEつけるってこと？お前が全力で俺を殴ったように見せることなんて朝飯前だ。あ、マジ？勝手にしやがれ。いいのか、お前。ただでさえ大炎上してんだ。これ以上油注いだら取り返しがつかねえぞ。大炎上？俺のどこが燃えてるってんだよ。大炎上っていうワード知らないんだぞ、多分。教えてくれば、大炎上から。ああ、でもやっぱこう、ネットでこう騒ぎになってるんだね。お前、自分がネットでなんて言われてるか知らねえのか？知らねえよ。ほとんど見ねえし。見ねえし。マジかよ。めんどくせえな。おい、見せてやれ。え、優しい？面倒見いいじゃん、YouTuber。こんにちは、皆さん。うわ、VTuber じゃん。うたらチャンネル。お。ああ。この男、名前は春日一番。有名な元暴力団組員でして、4年前の極道大解散に深く関与し、一部界隈で浜の英雄などと言われています。え、VTuberってこんなことすんのね。私のイメージしてる VTuberと全然違うんだけど。はい。なんと春日一番は堂々とここの窓口業務をしており、はい。向かいに座るのはこれまた元極道の男。いや、違います。それ中卒の子です。なんだこりゃ。佐々木。1年も前のじゃねえか。春日一番が元極道に何か小声で指示しています。で、指示を受けたこの元極道がハローワークを出てどこに向かったかというと、あ、コンビニ、ドラッグストア、ブランドショップとダミーの手まで用意して大量の万引きをしてるんです。違う、ここまで調査するなら最後まで調査しろよ。そうじゃねえ。で、春日がその商品を格安で買い取るっていう仕組みのようですね。二十歳まで移されてましたところ、この時は腕時計など200万円分を盗ませて、春日はそれをたった2万円で買い取っています。え、違います。200万分も取ってないはずですよ。つまり、仕事のない元ヤクザに盗みを働かせ、その転売でかなりの利益を上げてるってことですね。これが浜の英雄の裏、いや、真の顔なのです。え、でもあそこに写ってる商品見ても200万いってないだろうって誰か言いそうだけど。てめえらがこれ作ったのか。知らねえのか。お前がタタラチャンネルか。俺らから見りゃ神だ神。え、そうなの。登録者数は500万。あ、神だ。タタラチャンネルに取り上げられるなんてすげえよ、春日さん。あ、本当に。ふざけんな。あ、君 VTuber 好きだったな。意外だな。タラメって。いやいや、バッチリ証拠映像撮られちゃってんじゃん。そうかい。なるほど。私初めて VTuber のチャンネル見たかも。タタラチャンネル登録しとこう。500万人もいるんでしょ。俺たちが撮った動画、本当に買い取らねえんだな。買うわけねえだろ。こっちとら後ろめたいことなんて何もしちゃいねえ。そいつは気の毒にな。じゃあ仕方ねえ。こいつには寝てもらって次のターゲットのとこ行くか。次って誰？次のターゲット誰だそれ。おい、頼むぜ
やじんぼ。え、次のターゲットって誰？それまた教えなよ。あ、知ってる。こいつ殴ればいいの？そう。軽く気絶させるくらいでいいから。え、誰だっけ？私あんまりこう知らないんだけど、名前は。朝倉さんだっけ？誰だお前。俺のネット仲間だよ。あ、ネットで知り合った感じ？危ない撮影の時だけ協力してもらってんの。あんまネットでこう YouTuber と繋がらない方がいいですよ。格闘系の朝倉チャンネル。そうだ、朝倉さんだよね。知ってる知ってる。今人気爆発中なんだけどな。知ってるよ。そうだ、朝っちさ。朝っちって言われてるんだけど。怒った方がいいって。この喧嘩も撮影していい？後でうちのチャンネルとのコラボ動画ってことにして流すのどう？いいよ別に。これは殴れりゃいいから。よっしゃー！朝倉さん対朝が一番、どっちが強いの？よし、じゃあさっさと片付けて佐々木ってやつんとこ行くぞ。佐々木んとこ行くの？佐々木ってなんで佐々木が出てくんだよ。なんで？ああ、元横浜日渡し会の佐々木。もうとっくにネットで特定されてんだよ。え、マジ？あいつにも直撃インタビューかましてやるさ。ヤクザ辞めてネットで晒された今の気分はどうですかって。てめえ、この喧嘩と一緒に編集すれば500万再生超えも間違いねえぞマジで。やめろ、あいつは今必死に人生立て直してんだ。こっから先は一歩も行かせねえ。でもなんかそんな動画バンされそうだけどな。本当に勝てるか、カスが一番。お前らもいんのかよ。ま、万力じゃ、な、万力って、ま、何万力って。格闘系インフルエンサー、朝倉。インフルエンサーですけどね。朝倉さん怖いな。でも、まず、他からやった方がいいんじゃない？こいつ一番腹立つから。こいつ一番腹立つんだよ。朝倉さん強いな。めっちゃ HP あるやん。おらシンプルな疑問なんだけどさ。動画配信者ってこんなに人数いるもんだね。グループチャンネルとかだったらやっぱそんな感じなのか。言ってもさ、私編集も全部一人でやってるから、これめっちゃ羨ましいんだけど、こんなに人いるの。心強いじゃん。やめてよ。ワンツーパンチって本気のやつやるのやめな。あと朝倉さんだけだね。朝倉さん、朝っちさ、だってあんまりこいつらとつるむのやめた方がいいって絶対。あ、もうちょいだね。いったれ。すごいね、朝倉さんに勝っちゃうんだ、カスが一番。お、いいね。お、出た出た。黒目のカスが一番。うふん言うたんだ、あれ、お前。え、でも朝地全然立ってる、強いね。驚いた。強いな、あんた。でしょ？ありがとうよ。そう睨むなよ。あんたに興味が湧いた。今度またやろう。え、まだ出てくんの？こんなチンケな動画撮影とかなしの本気でな。チンケ言われて、もっと言ってやれ。チンケやめなって、アサッチって呼ぶのやめなって言ってやれ。ただもんじゃねえな。知らないの、アサッチのことも知らないの、カスが一番。あ、こいつのちょっと。カタラチャンネルでは引き続き綿密な取材のもと、世にはびこる悪事の数々を告発してまいります。ちょっとタタラチャンネル他の動画を見てみる。絶対他のでもあるでしょ。タタラチャンネル覚えた？ちゃんと登録しとけよ。あ、足立さん、あ、ちょっと連絡しようと思ってたとこだ。実はすまん、カスカ。え、うちの会社な、畳むことになっちまった。なんかやっぱその影響出てんじゃない？今ナンバも俺んとこに向かってる。え、急に首を言い渡されたまた無職になってる。嘘。え、全部この動画のせい。え、嘘、ナンバ先輩の仕事なくなったの？なんてこって。一体全体どうなってやがる。俺も春日と同じような感じだった。え、急にみたいな。出勤したら急に上司に呼ばれて、今日限り来なくていいってよ。え、嘘、動画にみんな振り回されすぎじゃない？銀行から電話が来てな、融資を今回分で打ち切るって一方的に言われた。理由を聞いても
査定基準は企業秘密に該当するので明かせないの一点張りよ。いやみんなタタラちゃん大好きじゃん。ギリギリでやってきたからな。融資を打ち切られちゃ看板を下ろすより仕方がねえ。あ、そうなんだ。うわ、そっか、厳しいね。俺たち3人が急に職を失い、また無職のおじさん3人揃っちゃったんだけど。そんで春日につきまとい始めた妙な連中、まあ偶然なわけねえよな。やっぱ原因はこれか。でもこれは影響力でかいね。たたらひそか。でも多分そのたたらちゃんの中身の人がいるわけだもんね。中身とか言っていいのかな。告発系ってジャンルの動画配信者だ。あ、まあ今は影響力でかいか。告発系、今やスマホのおかげで誰にでもスクープをものにする機会ができた。そういった動画をチャンネルで紹介するのが告発系だ。あるよな、うん、芸能人にやり捨てられた女が腹いせに証拠動画を送ることもあれば正義感の強い政治家秘書が汚職を垂れ込むこともある。あるな、見たことある、見たことある。写真週刊誌みたいなもんか。簡単に言えばそういうことだな。そうだね、週刊誌よりもっとあれかもね。強いネットで送られてくる情報だ。そうだよね、ガセネタも少なくね、うん、ガセも多いと思うよ正直。そこがチャンネル主の腕の見せ所でよ。しっかり裏を取った上で信憑性の高いネタを紹介するチャンネルは人気になる。なるほど。中でもこのタタラチャンネルは随一の信頼度と言われててな。過去にはこのチャンネルがきっかけで未解決事件が解決したこともある。あ、マジ？今じゃ警察や政治家も欠かさず見てるって噂よ。え、そうなの？だったら俺に関する告発あれはなんだ。え、でもあれガセだよね。じゃねえか。そうだよね。そこがわからねえんだよな。タタラチャンネルが見抜けねえくらい巧妙に作り込まれた垂れ込みだったのかもしれねえ。垂れ込んだな。どこのどいつなんだ。それは絶対明かされないようになっててな。だからタタラにはでかい垂れ込みが持ち込まれるんだ。あ、そうなんだ。こいつが俺の動画を公開したのはいつだ。3日前だ。再生数は300万を超えてる。3日で300か。で、タタラチャンネルが扱った以上世間はそれを真実だと信じて疑わない。あ、マジ？そんなになんだ。春日一番どう見てもやってる顔だもんな。って考えてたたらってのに連絡は取れねえもんなのか。顔で判断すんの。もちろん DM でメッセージ送ることはできるし、もう送った。今んとこ返信はないけど。いや、ないだろうな。けど仮に似たような DM もいっぱい来てるだろうし。で、後の祭りだ。一度ネットに上がったもんはあっという間にコピーが出回る。そうだね。それにこの手の動画に飛びつく連中は花から真実なんて求めちゃいねえ。なんだよそりゃ。じゃあそいつらは何がしてんだ。叩いてもいい人間を探してるんだ。いや、それはあるな。そのためにな、うん、ネット見てたらそれは本当に思うわ。罪もない人間を叩くわけにはいかないだろう。だけど悪人ならどんなに叩いても良心が痛まねえ、うん、よくないけどな。絶対新時代のいじめみてえなもんだな。その一方で悪事の抑止力になることもある。俺らだって4年前青木亮の独白をネットにアップしたろ。聞く。あれで世間の風向きが変わった。もう何も言えなくなっちゃってじゃん。そうじゃん、僕らもやったわ。自分たちにも向けられたってわけか。皮肉なもんだ。すまねえ足立さん、ナンバー。いや、でも春日一番のせいじゃないって。俺の脇が甘かったせいでこんなことに。おい、あんたらの新しい人生を俺が台無しにしちまった。本当にすまねえ。まあおめえならそう考えるんだろうとはうすうす思ってたけどよ。なんで一番のせいになるんだよこのバーカ。悪いのはどう考えたってデマばらまいたやつだろ。いや、難波先輩、足立さんも優しいな。それに俺たちを舐めんなって。これくらいの逆境これまで何度だって味わってきた。おうよ、ホームレスの時大雪の日に野宿したあの地獄に比べりゃこんなん極楽みてえなもんさ。これから何度だって這い上がってやるって。一番お前だってそうだろ。ナンバー、足立さん、
すまねえ。いやマジでいいな、ここの3人ほんといいな。元坊の社会復帰についちゃ支援ができなくなっちまう。はい、まあ仕事の供給源も窓口もなくなっちまうわけだからな。そうだな、佐々木は大丈夫なの？情けねえ、おやっさんの意思を継ぐなんて息巻いといてこのざまかい。今我慢の時だ。それより明日からもお前を頼ってくるやつがいるだろう。そいつらには事の次第を伝えてやらねえとな。ああそうだな。いやでもやっぱいいな、なんか改めてね、本当足立さんもなんだけど、難波先輩っていう人物が私大好きだなと思った。めちゃくちゃ優しかったね。さあでも今日からどうすんの？仕事はないんでしょ？ハロワに俺を当てにした元坊の連中が来るかもしれねえ、顔出しに行っていいの？もう二度と来んなみたいな感じじゃなかった？絶対もっと、まあよく元職場行こうと思う。いやでも行かなきゃいけないのか。まあとりあえず行くっていうかさ、なんか今日はあいつら動画アップするって言ってなかった？昨日のさ、あのなんか意味わかんない YouTuber たち。今ってそれこそね、ネットの情報をまあ鵜呑みにしちゃうっていうかね、どうしてもそこからの情報発信源っていうのが多いせいで信じてしまう人は多いよな、それを思うわ。にしても信じすぎじゃありません？陣長、あそこ変な人いますけど、看板に向かって歩いてるバカおいバカやめなさい、それ迷惑だから。タタラチャンネルにさらされるぞ。そうハローはついたんですけど、いや絶対なんか入んなって言われそうな気がするんだよな。大丈夫か？ここで待つんだ。いや絶対怒られるって。あ、ちょっと、あの、あんたが春日さんか？はい。浜の駆け込み寺の春日一番さん。はい。ああ。よかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いやでも今できないんだよね。タタラチャンネル見てない。俺は見ての通りヤクザ上がりでよ。嫁とガキが二人、上は来年小学校だ。あ、そっか、お金がいるのか。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキにはまっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。更生したいんだね。うん。あんたを頼れば俺みたいなのでもまっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。あ、実はよ、俺がここをクビになっちまって仕事紹介できなくなっちまったんだ。え、頼ってきてくれたやつにそれを知らせたくてここで待ってたんだ。本当にすまねえ。いやごめん、本当に嘘だろう。いや、そうだな。どこ行っても門前払いされて、うん、もう首くくろうかって時にあんたの噂聞いてきたんだぞ。藁にもすがる気持ちでよ。なのにその本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカなあるか。違う、タタラチャンネルを見てください。違うんです、僕のせいじゃないんですよ。違うんです。ギターを置いてくるでもいい加減にしろよ。おい、すまねえ、本当にすまねえ。チキショーが。いやでもそれで春日一番を責めるのはおかしいよな。自分が入った組のせいだもんな、言ってもヤクザっていう。ちょっと、あ、春日さん、春日一番悪くない。すいません、すみません、ごめんなさい、出勤しちゃって。違うんです、ごめんなさい、あります。あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと？元ヤクザです。お願いできますか？
多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。わかった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますって。なんかすごい大人の世界を見せられてしまったな。あんだけよくしてくれてた人でもやっぱりこう、まあ、限定とかな、気にしてしまうよな。事情説明しねえとな。佐々木大丈夫かな。佐々木どこ行ってんの。で佐々木のアパートに行くの。佐々木のアパート、あ、三崎通りにあるんだね。佐々木怒ってんじゃん。佐々木も1年間は働けてたってことだもんね。いやでもまあそっから新しい職に就くっていうのは難しいことになるのかみたい。これこの奥行ったらいいのか。佐々木くんちどれ佐々木くん、あ、これ佐々木くんち。佐々木くん元気？あ、なんか貼ってあるよ。佐々木くん、あ、どうも、カスマさん。急に押しかけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかり。まあ、佐々木も顔さらされてるもんな、万引きしてるところ。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあここを引き払う準備しないといけないんで。待って、え、佐々木、あ、声かけれねえよな佐々木。そっか、うん、まあ今の時代って本当に簡単に顔も住所もさらされてしまう時代ではあるじゃんか。まあ一人の人権っていうか、もう一生失うよね、ちょっとしたね。いや、佐々木がそれになってしまったんだろうな。あんだけネットで取り上げられてるってことは、顔も住所も、まあ、今までのね、経歴とかも全部出されてるだろうし、1ヶ月後、ずっとこれで過ごしてんだろうな。これから、どうすっかな。いや、どうする、本当に。カスがいるか、アダチだ。アダチ、俺もいるぞ。いや、ナンバー、アダチさんに。ナンバー、いい友達持ってんな、本当に。ん、あ、急に悪いな。今ちょっと時間あるか。お前ら前の衣装着てもう似合ってて。時間だけは腐るほどあるよ。じゃあ春日一番も赤スーツに着替えた方がええんちゃう。そんな悪い、タンクトップトランクスじゃなくて。そいつはごちそうだ、いただこう。でも気持ち綺麗になってんの、ナンパ先輩。クリーニング出したのかな。やっぱホームレスで亡くなってるから綺麗な服装にはなってんだね。でどうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。うん。お前、三崎には最近顔出してるか。来んなって言われた。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。で、どうだ、そういうやつに出くわしたか。
最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。清流会？清流会が？なぜ？星野が死んで、頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。高部？はい。まあ、組の序列から言えや、それが筋だもんな。うん。その高部が今無所に入ってることは知ってるか？え、そうなの？2年くらい前のことだ。それ知らないよ。なんで？そうだったのか。高部何したの？まあ確かにこう感情に任せるタイプでもあったけど、ね、その後だ。最近になって東条会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。ほう。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。あ、どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。嘘。佐々木が、まあ、職をなくして相当こたえてたからな。なんかしょうがないのかなと思っちゃうんだけどな。仇としてやってくことを諦めちまった、うん、その可能性は。正直ね、自分がちゃんと真っ当に生きようと思ってる中で邪魔何回もされたらね、戻るってなるよな。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか。うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ敵としてやってこうって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。ふん。行くんだろ、清流会事務所。付き合うぜ。え、でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手かわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成。いやもうマジでいい。久々に冒険と行こうぜ。いいな、この3人また一緒に出るの。どう？頑張ろうな。勇者か。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ？まだ持ってる。あれだよ、バットだよね。勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。3人で抜いたやつ。あれは確か。も引っ掛けて。いや、物欲しいぞがなくてよ。勇者のバットが。あれ使うか。緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。いやでもまあ春日一番らしいんじゃない。あ、埃かぶってたか。たく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発か。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えないとよ。お、もしかして、え、嘘いきなりもうドラクエチックになって、もう脳内が勇者になってしもたんちゃうん。お、いや来た、これが春日一番よ。いいね、しっくりくるわ、そっちの方がな。いいですね、無職3人おっさんのパーティーですね。いやでもいいパーティーメンバー持ったよな。
静電気パチパチ言うてるやん。さあこっから春日一番のね、なるほどな、冒険が始まるもん。そんなりが似合ってる。うん、何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。いや、難波先輩。よっしゃ行こうぜ、難波、足立さん、うん、世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらねえぞ。おうよ、おっしゃ。うわ、かっこよ。無職のおっさん、かっこよ。言うな言うな言うな。